今週気づいたこと。ここ10年ぐらい、いや20年ぐらいちゃんと見たことない割に、俺の心の中にサザエさんは染み込んでいるということに気づきました。月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力。サザエさんね、国民的アニメ漫画サザエさんね、最近のアニメの登場人物とか分かんなくても、サザエさん、タラちゃん、マスオさん、カツオ君、シャコおじさん死肉を食らうシャコおじさん、見て見ぬふりのホヤさんあたりはみんなホヤさんはもうさ、そ変死体ですよね、まあ、仕業結局シャコおじさんの仕業ですよね。変死体について警察が聞き込んでも一切答えないんだよね。でプレッシャーで水を口からビューって、まあ、吐いたりはしますけど、見たことないとするならば、俺も20年ぐらい見てないから記憶も怪しいけど、20年ぐらい前はね、2週に1遍ぐらいのペースでだいたいホヤさん出てましたけどね。上海ガニさんもね、上海ガニさんはみんなに脳みそをすすられるっていう、いろいろあるけど味噌はやっぱり上海だねなんて、もう何の比喩でもなくカニの話じゃねえかと。でね、なんでこんな話をしたかっていうとね、土曜日にね、仕事で青森に行ったんですよ。でまあちょっと今日はこの青森基軸の話になるんですけど、青森これ年に2回必ずあるレギュラー番組っていう、俺のレギュラー番組なんだけど、節分前後と冬至の前後ぐらいにやるっていう珍しい感じのその番組なんですけどね。節分前後と、そうね、秋分の日ぐらいかな、なんかね、冬終わりと夏終わりぐらいにまあやるんですけど、これに行きましてね。これでまあ俺の中では、俺の心の中では子供向けの番組、ちびっ子が会場にいっぱいいるわけ。青森市内の小中学生がいて、でその子たちに科学の実験クイズを出して勉強好きになってもらうっていう番組だったりするわけで、その磁石を粉々に割ったらN 極と S 極はどうなるのみたいのをこう実験してみたりとかするんだけど、でそれ前も言ったかもしれない、そこにこう江口先生っていう、もうおじいちゃんのいくつぐらいかな、おじいちゃんぐらいの、まあ僕のイメージの東北の真面目な人っていう感じのすっごいこう口下手な先生が、まあもう言っちゃおうかな、あんたテレビ向いてないよまあ先生が出てくるんだけど、まあ今回も真面目がゆえにね、まあ水はどうして冷たくすると凍るのみたいな質問に対して、で結構この水はどうして冷たくすると凍るのっていうのは真面目に答えていくと相当難しいらしいんだ。だけどある程度はテレビだから端折らなきゃいけないってことあるんじゃない、基本的にはこれで、他の要因はいっぱいあるんだけども、それはもうちょっと大人になってから勉強すると分かるよぐらいしなきゃならないんだけど、先生真面目だからその水の分子の持つエネルギー量がって始まっちゃうわけ。小学校6年生もキョトーン、まだ分子も習ってねえのにっていう感じの、だって質問を出してるやつが水はどうして冷たくなると凍るのっていう子だよ。ねえねえねえ、僕はなんでいつも恐ろしいのみたいな、そういう子に対してねっMC も中卒だよ
でタレントが3組しか出演してないんだけど、伊集院光、あとうちの後輩のホリプロの磁石ね、あと内山くんっていう、かぶってるだろここすごい少ないタレント量にかぶってるだろうっていう、まあそういう番組がありまして、そうなんだよね、そういう番組がありまして、でも結構ちょっとなんかそのさ、濃硫酸とかをなんかぶっかけたりとかする実験とかたまにあるからさ、そういうのなんかもう濃硫酸っていうだけですすげえ嬉しくね、濃硫酸って聞くともう反射的にアルカポネって感じしね、なんかそのこと頭に思い浮かんじゃって、濃硫酸の実験やってる時に会場のちびっことかにマフィアが死体を隠す時にねっていう、バスタブいっぱいの濃硫酸の中に敵の一家のやつの死体をドボーンって入れてドロッドロにした後流しちゃうんだよって言いてんだけど言わないみたいなね、まあそんなですよね、そんなですけど、そんな番組にね出してもらって、で普通のスケジュールだとやっぱ青森ももうさ飛行機なんか使うと近いもんでさ、朝一で羽田から青森飛んで、青森その特番の収録やって、もう夕方の5時ぐらいの飛行機で帰ってくると全然日帰りできるわけ余裕で。だけどこれ前回に行った時に僕青森の美味しいもん食べたいとかちょっと観光したいからって泊まってね、わざわざ泊まって、しかしお金を下ろすのを忘れて数百円しか持ってないで、結局食べたものが普通のラーメンっていう、青森ラーメンとかじゃないんだよ、普通の家庭用のガスコンロが2基しかないところでお店で作ってる、まあ、ラーメンを食べて、まずかないけどっていう感じで帰ってきたっていうお話の、まあ、ある意味こう続編ですよね。ね、あのお話が好評だったかどうか関係ないですよ。20世紀少年の一夜受けたかどうかなんか関係ないんですから、もう花から続編はもうやるっつったらやんですから。ほんでそれであの時僕は何を間違える、まず金を下ろしていかなかったっていうことが一つと、金を下ろしてないんだったら逆に早めに青森で金を下ろせばいいんだけど、そこを一旦収録終わってホテルに入った時点で俺一旦軽く仮眠を取っちゃったんですよ。で起きたらもう結構夜で、でも金を下ろせるところがなくなってる上に雨みたいなことがいろいろ重なってたから、今回は金をちゃんと下ろしていこうっていうこと でしかもその青森でうまいものって多分魚介類だと思うから、もう寿司を食ってもびくともしないぐらいの金を下ろしていこうっていうことで5万ぐらい下ろしてで、行ったんです。で寝ちゃダメだと、寝ちゃダメなんだと思うんだけど、収録はできたホテル入りました。でいてホテルのね、でその行ってるホテル何がいいっつっても、エロビデオのチャンネルがプリペイドカード式なんです。その、超高級ホテルじゃなきゃありえない形なんですけど、そのフロアのどこかに、プリペイドカードの自動販売機があるから、テレカみたいなやつがあるからそれを入れると見れるっていう、フロントで一切生産しなくていい。でまたね、そういう時の泊まりっていうのはね、テレビ局持ちなんですよ大抵の場合が。そのホテル代だけテレビ局持ちで、中の飲み食いとか電話をかけたりとか、ああいうことは全部こっち持ちみたいな制度が取られてるんですよ。でいて当然エロビデオとかを見ちゃったらそれは俺持ちなんですよ。で俺持ちなんだけど、プリペイドじゃない方式のところだと伝票には載るわけ。その放送局に渡される伝票には宿泊代とエロとは限らないけれどもっていうビデオサービス料みたいなやつが乗るんですよね。だからそれは日頃の行動からみんな推測するんでしょうね。そのクライアント側はテレビ局が、あいつてめえで1000いくら払ってるけどね、しかも結構微妙な時間に払ってるけど、夜中の1時半ぐらいに払ってるけど、これはあいつはダライラマという高層の人生をお金を払ってまで有料チャンネルで見たんだなって思うか、思うかもしんないよ。いつも俺服の代わりに黄土色のカーテンを斜めに羽織っただけの姿で局に来たりするから、相当ダライ好きだって思われてる部分もあるから、だからそういう風にあいつエロ見てんなとかは思われる可能性があるわけじゃないですか。でしかも
子供番組をやってですよ、ね、ホテルに帰ってですよ、まだ4時ですよ、その段階で有料チャンネルの生産がされてるとなると、あいつどんな気持ちで子供番組やってんだってのもあるから、いくら眠らないためとはいえ、エロが一番目覚めるんですけど、眠らないためとはいえ、そんなの伝票にあったらきついけど、プリペイドカード式だから、プリペイドさえ手に入れちゃえば、俺が何時に何を見ようが俺の勝手なんですよ。俺が 何時にチベットっていう国で何が起こってるか、俺が今ね、中国という国のやり方はどうだとかっていうことを何時にチェックしようが勝手じゃないですね。ほんでプリペイドカードを買いに行こう。あのホテル直した方がいいと思うんだけど、プリペイドカードの自動販売機をさ、普通に外置いといてくれればいいじゃん。スーッとテレホンカードみたいな感じで、下手したらテレカかプリペイドカードか分かんないようにして売ってくれればいいじゃん。なのになんかね、前まで部屋だったところを改造してるみたいな、一旦ドアを開けて中に入るとプリペイドカードの自動販売機だけある1畳ぐらいのスペースの中にプリペイドカードの販売機があるわけきつくねえそれ。それどうやったって、で袋のネズミじゃん。もうもしじゃあ自分たちがさ、まあエロい本をね、ね、ラの入ってる本を自動販売機で買おうと思った頃にですよ、突き当たりにドア開けて中入って買って出てくるなんてありえないでしょ。要するに俺は全然買おうと思ってないようで、前を行ったり来たりとかする時間場所もなんもないから、これはさすがに昼間に入るのはもう無理だと思って夜みんなが寝静まってからだなと思って、でまあそれはしょうがないから、まあ部屋でどうしようかな、晩飯ぐらいの時間まで待って、なんかうまいもん食ってやろうかなと寝ちゃって、そしたら寝ちゃって、テレビつけたまま寝ちゃって、したらさ、はあ寝ちゃったと思って起きたら外暗いわけ、サザエさんのエンディングやってるわけ。俺土曜日の夕方だよ、土曜日の夕方に寝たんだよ、うとうとしたんだよ、起きたらサザエさんのエンディングやってるわけ。と思って24時間以上寝ちゃったと思ったら、青森はなんかサザエさんどうやら土曜の夕方なんだよ。だからもうそのやっぱ勝手に東京育ってて、東京基準の変な考え方も染み付いてるからさ、わけわかんなくなる。やっぱり曲数が少ないのか、その買ってる番組の数が少ないのか分かんないんだけど、急に俺お正月の1日2日ぐらいに見たような、1日に見た新年レッドカーペットコラボカーペット祭りみたいな急に始まったりとかしてさ、よかったと思って、危ねえ俺、最悪サザエさんだった場合に俺もう一泊じゃん、それ今日まで泊まってなきゃなんないじゃん。あのなんつうの、何にも調べないままサザエさんイコールもう完全寝ぼけでパッと起きてサザエさん見て、ああ日曜の夕方だっていう、このスピードの速さは俺の心の中にサザエさんはどれだけね、染み込んでんだみたいな。ただこの後がまた最悪なんだよね。あれ当然夜中プリペイドカード買いに来ました二人入ってきやんの、俺がプリペイドカードで千円札が戻ってきやんって、それを待ってたら、まあ、チャットモンチーラストラブレター。いやーほんとびっくりしたな、サザエさん見た時に。ほんサザエさんイコールやっぱりね、なんだろう、条件反射でわー学校だってのもあるけど、あの感じ、うわもう日曜日の夜なんだっていう、サザエさんファミリーの新しいファミリーもう一個考えたんだけど、手頃な大きさのコンクリートの塊さんっていう海のやつなんだけど海の底にいるやつなんだけど、あれなんだろうな、このコンクリート塊、俺が体育座りした感じの一回り大きい感じだなみたいな、もちろん物は言わないです、言えませんけどね。いやー青森、言っておくけど、ジャッパ汁、僕は特にジャッパ汁って言葉の響きが好きですからね。変な話、遠足に行くときにね、みんながこうジュースはダメって言ってるときに、ジャッパ汁はいいんですかって聞くぐらいのね、炭酸のジュースとかダメですなんて、麦茶は大丈夫ですみたいな、お家で作ったそのジュースはダメです、甘いやつはダメですって、ジャッパ汁はってもう必ず聞いてね、で水筒になみなみジャッパ汁を入れていって、それで高尾山の頂上で飲んで、
ああ麦茶にしておけばよかったって って思う感じの。もう俺らの頃はね、俺らの高校生ぐらいの時ちょうどね、スポーツ飲料ゲータレードとか、今はそういうことポカリとアクエリアスぐらいしか残ってないけど、ゲータレードだと NCAA ってあったんだけど、その粉のやつで、例の宇宙っぽいボトルの中にこう粉で入れて、それで、それまでは水を飲むなだったんだけど、あれに関してはいいみたいな。猛練習千本ノックをやった後にあれをチューってするとうめえみたいな時に、俺だけキャプテンジャッパはいいんですかつって。NCAA のジャッパ汁味の粉末をこう入れて、それでもうヘトヘトになった時飲んで、ブエってなってた。まあ、口なぐらいジャッパ汁って言葉を使ってきましたね。ジャッパ汁に関して知ったようなこと言ってきましたけど、本物のジャッパ汁、俺の思ってたのと全然違うわ。っていうか、初めてだったみたい、俺。ジャッパ。ね。いや、あんなに、本当にね、俺の、娘さんをくださいっつったら、ジャッパ汁ひしゃくでぶっかけて帰ってもらうぐらいの、ことを言ってた僕ですけど、なんか俺の想像のジャッパ汁と本物のジャッパ汁は全然違ったね。言葉の響きだけで覚えたんだね、俺多分。なんか多分インタビュー夢気分とかで言葉の響きだけで、うわ、ジャッパって言葉がすげえ面白いと思って、ジャッパ、パからの、破裂音からの汁がもう面白いと思って、ずっとただ単にジャッパ汁って使ってたみたいで、俺の頭の中に広がってたやつは架空のジャッパ汁なんだ。俺、みんなジャッパ汁どう？みんな。で、あんまり J-Wave では聞かない感じの DJ からの語りかけだけども、みんなジャッパーはどうなの？で、ジャッパ汁は、その、なんつうのかな。俺の中では、魚がぶつ切りにして入ってるじゃないですか。あと野菜とかも入ってるんですよ。これで、田舎味噌仕立ての、まあ、麹とかも浮いてていいわな。麹が浮いてて、ちょっとこう、しょっぱい。もう漁師料理だから、漁師がすごい肉体労働した後に飲むから、まして寒いところで飲むから、ちょっとぐらいのしょっぱさじゃねえと。相当しょっぱいけど、これが慣れるとやみつきなんだよねっていう、濃ゆい味噌汁みたいな、魚のいっぱい入った。それでもうその辺の、いろんなその、市場に出ないような魚をいっぱい入れる。その、雑把がなまって、ね、まあ、雑把って何って、まあ、もう、フランク・ザッパーの、がすごい昔好きで、それでからの、それを東北の人が、もし東北ツアーがあるとしたならば、フランク・ザッパーに、お見舞いしてやりてえと、ね、飲ましてやりてえと思って、もしザッパーが来た時のが生っての今、ジャッパ汁だと思ってたのね。まあ、なんかよくあるんじゃない、その、雑魚みたいなものが邪魔になってみたいので言う、そう、大雑把に漁師さんが作ったやつが雑把汁ぐらいのイメージを持ってて、半分ぐらい当たってんだけど、飲んでみたら全然、まず、色は白とか透明その、似たことで濁りはするけれども、いわゆる味噌じゃなくて、ちょっと甘いんだよね。甘くて、甘じょっぱくて、タラをバラバラにして、とにかくタラの、普通の正味のところも、白子のところも、あとさらにはタラの細かい内臓とかも完全に強い骨以外は全部取って食う。でいて食った後に、ちょっとこう、骨とかがあれば骨をこう、口の中に手突っ込んで骨だけ出すみたいな感じのやつが、ジャッパ汁で、俺の想像してたのの1000倍ぐらい繊細な味ですげえうまくて、俺今まで本当にジャッパ汁を勘違いしてたと思う。俺がもし80ぐらいになって自分の人生を振り返って自伝を書くとしてね。まあ今は石油王だがというところから第一章を始めるけど、第四章に俺はジャッパ汁のことを何も分かっていなかったっていう章立てがあるぐらい、ジャッパ汁違ってた。全然違ってた。一丁に光る深夜のバカ力。まあ、ジャッパ汁ね。だから響きだけで何の確認もせずに多分俺は口からいつも出してるんだよね。その言葉としてジャッパ汁っていうことを言ってるわけですよね。で、その多分頭に描いてたのは三平汁。これも飲んだことあるかって言われるときついけど。
これ北海道レッドしてるもんね。北海道で言うとこのあの鮭をアラとか賞味とかをまあ入れて味噌汁みたいにしたやつが俺のイメージの三平汁ですね。面白く言うならば三平汁かもしくは三平汁ですけど、もう両方ともなんか言ったやつが負けだしね、もう全敗ですよね。千秋楽は休場ですよね。しかも無断で来ねえっていう形で。あいつ両国駅の前のマックにいたよな、じゃあ呼んでこいよなんていうぐらいの、もうやる気のない形の休場ですよね。休みがあの番付表にやって出るじゃないですか。いやだけどやめたって書いてある、やめろって書いてありますから、これやじゃねえなと、小さくメロって書いてあるなと思う。でその適当に頭の中にぼんやりしたイメージで言葉の響きだけでボーンって投げることで長きの間勘違いをして、しかも下手すればニュアンス的に人にも勘違いを広げるわけじゃないですか。それもあの楽屋で前で笑ってる小瀬の渡辺くんにジャッパ汁の話をした時に、僕もその味噌仕立てのやつだと思ってました。でジャッパ汁ってそもそもなんで知ったって、伊集院さんがよくジャッパ汁って言うから覚えたっていうことは、やっぱりこう何らかの形で人にまで俺はそれを移しちゃってるわけじゃないですかね。にもかかわらずですよ、それを反省したにもかかわらず、僕はフランクザッパーって言葉を適当に言いました。あのこれは兄貴のレコードラックの中にフランクザッパーっていう名前があったのしか覚えてなくて、このアーティストの曲を一回も聞いたこともない、なのに想像もつかない、小太鼓がすげえなるねえ、多分ならない、その適当さでこの番組が出来上がっていることはまあ前提として、聞いておいてほしいんですけど、まあそういう人生の適当さのせいで、まあ青森ね、もうマネージャーとかはみんな帰っちゃうわけです。その内山君とか全員帰っちゃうわけです。その日帰りでいい仕事ですから、僕無理やりいるだけですから、俺ほどみんな暇じゃないですから。で鳥人間コンテストなくなっちゃうのな。今飛んでる感じがしたんで言ったけど、ハドソン川の奇跡ね、ハドソン川の奇跡、ああいうニュース見た後って俺バカだからさ、青森に行く飛行機だからさ、もし不時着したらこういう勇敢な振る舞いをするって決めるね。そして落ちないね。でそれですぐ横の席にさ、赤ちゃん、ぐずる赤ちゃんを抱いたさ、結構綺麗な若い奥さんみたいな人がいたりするからさ、子供を先にって言おうとか思う。そういうの思うけど意外に何でもないね。で、その、青森の夜ね。まあ、サザエさんでびっくりしちゃってさ、本当に心臓止まるかと思うぐらい寝起きにびっくりしちゃってさ、俺もしこれ日曜日も寝ちゃってたらどうなんだろうとか思ったり、もっといや、その俺の壊れっぷりってみたいのも含めてびっくりしちゃったりとかして、で、しばらくこう、部屋で考えたら、あれどうやらこれは時間的に、曜日は大丈夫だぞ。で、結構曜日を確認するの、俺携帯を持たないから、曜日が大丈夫かどうか分かるまでって結構時間かかるんだよね。ホテルの中に時間は分かるよ。時間は分かるけど、そこに何曜日とは出てないじゃん。ほいで、その新聞があって見ても、前の日の新聞があったっておかしくないじゃん。で、かといってフロントに、何曜日ですかっていうのもおかしな話じゃん。だって結果的にはチェックインからまだ1時間ちょっとしか経ってないわけだから、ほんでうわこれどうなってんだろうと思いながら、結局家に電話をかけてかみさんに何曜日って聞いて大丈夫って、同じ何曜日と大丈夫だいたい同じイントネーションで大丈夫みたいな、土曜日だけどっつって、あーそうかよかったなんつって、じゃあそれだけなんて電話切ったりとかするじゃん。普通そんなのさ、愛してる人のすることだけど、俺本当に分かんなくなってるから、何の用もないのに電話かける時のやつだと相当愛してる感じだけど、俺本当に前後不覚になっちゃってるからね。でその後今何年みたいな、そういう感じの、そんなの1902年に決まってるじゃないなんて。あ、そうなんつってね。そうなんだ。ナポレオンは、みたいな感じの。ほいで、夜さ、まあそれでなんか出るタイミングちょっと失っちゃったんだけどさ、その出ようと。その出て、なんか青森の美味しいもん、名物を食おうと思って。青森って意外に行かない。北海道は行くけど、青森って意外に行かないんで。ほいで、その時にまた一つ学んだのは、当てずっぽうに出ちゃダメだと。夏行った時は大雨だったんですよ。大雨でもダメなのに、大雨でもあんなに困ったのに、結構雪が降ってるんですよ。で、その、
道路っ端に1メートルぐらいの雪はまあその積んであるぐらいの状況になって道路もカチンカチンで、ここで当てずっぽうに出んのはまずいと、割とこのホテルから近い食べ物屋さんをちゃんと調べていこうと。ついちゃ原稿を書くためにパソコンを持ってってるから、パソコンで周辺検索みたいのをしてから行くのがいいんじゃないかっていうことで、周辺検索してまず出たのがこの間のラーメン屋で、そこは俺行ってるからそこは俺行ってるんで、でその時そのラーメン屋ですら、そのああいうさグルメサイトみたいところでさ、場所だけを検索してやるとさ、そのそこのメンバーの評価みたいの出るじゃん。でそうそうさ、そのラーメン屋のよっぽどゆかりの人しか書いてない2件とかで、2件の平均値が星5個中4個とかになってるのって疑った方がいいよな。そいつとそのラーメン屋をやってるやつと友達の中でも5点満点じゃねえやつがいるんだぜ、これ。だけどそんなことも考えないで、次ちょっとこう検索して、なんて入れたかな、魚って入れたか、場所と地名と魚となんかやって、多分セクションとしては郷土料理みたいなことになってたと思うんだけど、一軒三日あって、おいで、まあ、まあまあ近いぐらいだけど、まあ行ってみたらスニーカーで凍ってる雪の上を歩くにはちょっと遠いかなぐらいのところこう行ったわけ。おいで場所をその自分でメモって行って、店名前メモって行ってさ、したらないんだよそれが全然ね、その俺の思ってる感じにないわけ。おいでさ、よくよく見たら、あ、この、スナックのいっぱい入ってるビルの2階の中なんだな、2階の一角なんだなってなってくるわけで、ビル自体も4階建てぐらいのちっちゃいビルなわけ。それなのにスナックの看板の量が尋常じゃないわけ。明美だ美佐代だなんかこう主人その出席取ってるぐらいの量の名前が書いてるわけ。その中の一軒と思って見たら、まあちっちゃいわけで、そのそういうさ、グルメサイトみたいなとこで料理のアップとかじゃん。だから分かんないわけよ、その料理のアップだと。ほいでさ、したら入り口のところにさ、今日のおすすめみたいなやつを殴り書きで書いたのが、メンチコロッケカレーライスって書いてあるのね。メンチコロッケカレーライスは大盛り名物だって話あんま聞いてないじゃない。ね。あんまりそれは、津軽海峡冬景色の歌詞の中にも、メンチコロッケカレーライス冬景はってんの、その感じはないじゃないですか。なんこれはどうなんだろう。だけど目標がそこしかない上に雪じゃないですか。ここでメンチコロッケ5万で足りっかなと思うし、ね、でこれよしにやめようと思って、でとりあえず周り歩いてみようと思って、したらそもそもそういう自分の計画性のなさとか、俺もう本当にさ、テンションがもう数秒しか続かない病状だから今、そのもうどうしてこうそういうそもそも計画性がないんだろうっていうこととか、そのいろいろ考え出すわけ。雪だし、しんしんと、まあそんなに降ったかってチラチラと雪が降ったりやんだりながら、なんで俺はこうなんだろうってことを思うわけね。で思いながら歩いてて、どんどん陰々滅々としていくんだ。したら一軒店が出てきて、もう青森の郷土料理を食いに来たのにもかかわらず、そのメンチコロッケカレーライスはねえだろっていうことで、青森と思ってたら、あれは青森のものが食いたい俺が見せた幻覚だと思うんだけど、看板全体がねぷた。それで、表のスピーカーで津軽海峡冬景色がガンガン流れてるっていう。ああ、これは青森のもう料理が食いたい俺にが見せられた完全な、幻覚だなっていう。で、店のところにアーチ型にリンゴの作り物がこうついてる段階で、なんだこの、小学生の夢みてえな。これは狐の仕業だなと思って。この多分中入ったらレジのところにいた子がいるから、ね、まあ俺の中で青森知識は全部終わりだけど、ね。で、行くから、そのいた子に狐がついてるって言われるんだろうなと思いながら、その前通ったら、さすがにこれはないだろうと。本当にある店なの？わかんねえけど、だけど、本当にそれやられたら入れなくね？青森料理を、俺多分青森の地元の人が良かれと思ってやってると思うんだけど、俺のアドバイスとしては、あそこまで青森だと、東京から来た人間はちょっと疑うよなと思って。それでそこパスして、で、ある人はまあなんかその古い日本家屋風のとこがあってさ。でもそれ入ったら、
だちょっとごめんね、これはもう俺の中でのまたその何あの都会もんのね、すごい勝手な言い方かもしれないんだよね。その普通の日本家屋的な居酒屋に入るわけ、入ったらあのどうも今言ったイメージだよ、今言ったイメージだよ。それでそのいろりみたいのもちょっとあったりするんだよ。で入ってしたらその店員さんが茶髪の女子高生なのまではしょうがないと思うの。それは東京の文化も入ってってるから。で注文をあの電卓みたいのでピッピッってなって、あこれ売り切れですみたいな、あのハイテクどうもこれハイテクハイテクねえんじゃねえのちょっと思ったわけ。できれば3回ぐらい注意して聞かないと分かんないぐらいなまってるおばあさんだと思ってずーっと話しかけたら、おじいさんがその接待をしてくれて、4個頼むとだいたい3個忘れる感じので、1個注文間違いのやつが出てくる感じの何も通ってねえ感じの、それでも意外にうまいじゃんみたいのが俺の中の、あ今時そろばん使うんだっていう勝手なイメージあるけど、かなりハイテクなわけ。そこがそのピッピッピッピーのピーで、あ今日これもうおすすめだったんですけどもうないですとか、あの端末で在庫がわかるぐらいの感じになってるわけ。ほんでまあでもしょうがないやなと思いながら、そのじゃあ メニューね、メニュー見せてもらったら、メニューが活字の印刷きつくねあのいわゆる東京のいわゆる居酒屋って今そうじゃん、みんないわゆるトフロと、トフロ全員行ってると思うなよまあ俺がよく池袋で行くところのトフロと同じ、あのいわゆるそのすごい墨の字とかで書いてあったり活字で書いてあったりとか、カロリー違くね、カロリー書いてあるのとか総カロリーとか書いてあっちゃダメじゃね、そういう感じのお店なのそれでそういう感じのお店で、でナマコ、ナマコ結構僕はもともと好きで、その有名ですから、東北青森ナマコ有名ですから、ナマコ酢を頼んで食べて、ナマコはあんまり味の差が出なくほぼ全てうまいなぁなんて思ったりとかして、それでその後かやき、これはちょっといい感じになってきます。貝で焼く、貝を、貝ね、貝ありますよね、貝、貝片に変な作りをいっぱい書いて作りを取ったやつが貝っていう字ですね。でそのビリビリビリ、何これ、うわよく見ると、うわ気持ち悪い気持ち悪い、動いてるの、それを全部捨てたやつですよね。これ何、羽、羽とこれ足6本を捨てたやつが貝っていう字ですからでその貝を焼くと書いて貝焼きっていうメニューがあるんです。青森名物らしいんです。でしかもその中にふのり貝焼きってあって、いわゆるあの ふのりね、あの海藻、あれをその普通の貝焼きの中に、貝焼きの中に入れたやつで、ふのり貝焼きをくださいって言ったら、その店員さん、あこれ貝焼きって読むんですよって言われる。このコミュニケーション、あ貝焼きって言うんですかっていう、あこれもいつでも後ろに大沢優里さんのナレーションが被ってくる感じでいて、かもなく不可もなくの数字を取る感じのイメージになってきた。かやき、あ、いいわ、言わないぞ。あ、これ昔からかやきって言うんですって言われて、どうしますかって言われて、ほいで、なんか、いろりのちっちゃいさ、まあ、これも、しょうがない、固形燃料の入ってるあの変な、旅館の朝食みたいに出てくる上に、貝が、貝の貝殻、ホタテ貝の貝殻が置いてあって、その上に濃い味噌汁みたいのと、あと、ふのり、その、海藻、ね、魚のつまに使うみたいな、あの、ちょっと、薄い紫の、あの、海藻、ね、あの、なんだろう、ばあちゃんの、それおしゃれでやってんの？どうなの？っていう、染めた、紫染めた髪の毛あるじゃん、ね。あの、ばあちゃんの、それおしゃれ、ガルマ、それとも、マクベの三択の、ガンダムがすごい関わってる三択だな、66% ガンダムが関わってる三択だな、おい。これで、そんなやつを入れて、で、その、それ横溶き卵みたいなのあるわけ。で、それでなんか作るらしいんだけど、これ皆さん自分で作られるんですけど、って言われて、どうします？やりますか？って、それわかんない。やってくださいって言うじゃん、そんな。やってくださいってお願いしますなんて言いながら、それ姉ちゃん前に行ってやってんだけど。で、これ作ってたら、ちょっとそれくっつくつ、煮え立つか煮え立たないかぐらいのその味噌のベースの中に溶き卵をかけていくから、なんかふわふわの、味噌汁の中に溶き卵が煮えて、その間に貝、磯臭い感じの海藻が入ってるものみたいなのが出来上がってくるわけ。あ、こういうやつだよ、俺の食いたいやつは。今、こういうやつだと思ったら、このお嬢さんが後ろから来た店長らしき人にこっぴどく怒られて、
なんでそれ、わけらがわかんねえもんできてんじゃねえかって言われて、なんか作り方間違ってるらしいんだけど、こっちわかんねえじゃん。こっちわかんねえから普通に食うじゃん、そんな。食ってから怒られても。危ねえとこだよ。これが火焼きですかって言う寸前ぐらいに、その作り方がどうやら間違ってるらしくて、すごい怒られて。で、いいです。美味しいですからいいですって言ったら、そうですかなんて言われて。いやでもそうなっちゃうと俺オリジナルのものを、このお姉ちゃんのオリジナルのものをすごい食っちゃってる感じがするんだけどと思い、でさらにもう青森しか食べられないもん食べようと思ってめくってったら、つゆ焼きそば、つゆ焼きそば、スープ焼きそばとも言うらしいんですけど、これどうも青森名物らしいんです今。2年ぐらい前にその番組初めて行った時もそんな話聞いて、ちょっと一回食べてみたいなと思ってたのね。でそしたらさ、まあそういうちょっとしっかりしたメニューだからさ、いろいろその由来みたいなものとかも書いてあるわけ、ずっとね。これでつゆ焼きそばくださいって頼んで、できるまでの間つゆ焼きそば由来みたいなやつ読んでる。したら、あの欲しい由来ってあるじゃん、なんかこう、あ、それは美味しいわけですわみたいな感じ、なんかわかんないけど、そのこう、その秦の始皇帝がなんかこうシルクロードを旅してる途中にお寄りになると言われたけども、こちらではなかなかお出しするようなものがないので、一旦その大事な家畜のヤギなんだけど、それを殺して、食器がないから粘土で周りを固めて、で、それを蒸し焼きにしたやつを捨てて、コンビニに行き、ツナマヨネーズ、ツナマヨネーズないんですかなんつったら、そのカゴの中のまだ出してないところにあるかもしれませんよなんつって、あった、青いラベルのやつあったみたいな由来が欲しいじゃないですか、なんか。だけど、その由来を見たら、ね、死んだ、お殿様が来て鷹狩りの帰りに疲れちゃってね、それで来たついでに、頬葉味噌がみたいなやつが欲しいわけ。したら、駄菓子屋で売ってる焼きそばを、傘を増やしたいから、お湯を入れて食う子たちがいたって書いてあった。それが今に至るって書いてあった。そんなに美味しそうじゃねえじゃねえかよ。そんなの来ねえじゃねえかよ、俺の中で。何その水増しって書いちゃったじゃんかよ。スープを入れる理由の元祖が傘を増して少しでも長く駄菓子屋にいようとしたって書いてあって、それどうなのって思ってなんだよと思いながら。で食べたらさ、そんな味なのよ。でまずくはないんだよ、まあ、想像したってまずくないでしょ。強めのソース焼きそばにお湯入れてたんだと。でいてお湯との親和性があるんだ、傘をもっと増やしたいから、そこに揚げ玉を入れるとお湯吸ってグッブグブになるじゃんか、なんかね、あのグッブグブになった感じのやつを食うわけで、これ全然俺の表現がうまそうじゃないけど、だって普通に考えたらまずかないだろ。で、そのお湯のところをスープにしましたみたいなことになってるわけだから、よりうまいけど、なんか、俺これ一晩泊まってまでっていう感じではないわけ。全然そういう感じ。だから、俺が青森で食ったのは、まあ、生コスを食べて、で、その後、オリジナルのかやき。店長に怒られるレベルの。お前何やってんだっつって。覚えねえな、お前はって言われて。のかやきと、その、由緒正しい、つゆ焼きそばを、こう、食べて、で、外は雪がしんしんと降ってるわけじゃないですか。これを俺、止まってまでなのかっていう。ジャッパは、ね、ジャッパはっていう。今、あなたの肩を誰かが叩きました。誰ファックスネーム、もりもりごはんさんから、僕の考えたサザエさんファミリーは、波平の愛人の赤貝さんです。それでうるせえよ、お前。赤貝さん、そうなんだよね。波平のお葬式には参加できないんだよね。だから船は存在を築いてるよ。船はもう完全に赤貝さんの存在を築いてるけども、やっぱ昔の女だから、それは言えないよね。あと、カツオくんの、性の目覚めみたいなものは、この船、赤貝さんと、船がなんかちっちゃな病気で入院してる時に、家に初めて来た赤貝さんね。で、まだカツオが帰ってこないと思って、下校時間あたりに、そそくさと身支度をして帰ろうとする赤貝さんと、カツオがこう、すれ違いになった時に、ちょっとこう、遅れ毛が、
乱れてたみたいなことにチンコがカチーンっていったみたいなストーリーを、もし長谷川真知子が書いていたとしても表には出さないよね。あと今やってるあのサザエさんその後みたいなシャラクサイ CM にも赤貝さんの存在は多分出てこないと思いますけどね。こうさなんかこう途中でその変な寄り道してるうちに俺その忘れちゃう話すの忘れちゃうことっていっぱいあってさ、先週そのあれですよ、シネコンに行った話してて、で頭のところで普通に自分がこう第1回目のキツネと私の12ヶ月の上映を逃して、河野が遅刻してきてから逃してで待ってたら、開始30分ぐらいで小学生の2人組の女の子が出てきちゃってて、それで俺らまあ映画見たらどんなにつまんなくても子供の頃なんか途中で出るとか絶対しなかったよなみたいな話したじゃないですか。あれはあれで終わりじゃなくて、実は続きがあったのに俺話してないよね多分ね。おいで一回りして自分たちが狐と私の12ヶ月を見に行ったら俺が一人目の客だったのね。で要するに俺と河野と斉藤の3人の他にお客さんが誰もいなかったの。あーあの子たちそれが怖かったんだと思って。その要するに映画がつまんなかったとかじゃなくて、自分たちが来て子供の頃にしまあ初めてか知らないけど小学生同士で大人もなしで映画見に来て、しかも漫画じゃないやつ見に来てふって入ったら二人だったらそりゃ怖いじゃん、それって多分俺も出るわと思って、なるほどそうだったんだっていう話今初めてしてるよね。でこの話をしてる間にも多分青森の大事なことはどんどん抜けていくと思うんですけど、まあまあ、しょうがないよね。一期一会だから。もう皆さんが聞いたタイミングと俺の病状の一期一会みたいなものですからね。それがいい感じのところにね、たぎってれば、まあ皆さんのところに届くみたいなもんなんで。ほいでさ、その夜、それで終わっちゃったわけ、ご飯もね、お腹いっぱいになっちゃったから。で、その汁焼きそばはさ、さすがにちびっこが知恵でさ、腹持ちを良くしたわけだね。お腹がいっぱいになる。ただ、さすが、ただのちびっこの知恵だね。すぐに夜中お腹がすく。すごいすく。ねえ、ほんで、食べ終わって、あんでまたこれもさ、これどういうことなのと思うんだけど、これは一応伊集院ちゃんが芸能人様だからそう思うのかな、超一流の有名な芸能人様だからそういう風に思うのかな、そう座るでしょ、そのお店で座るでしょ、で前にそのアルバイトの子が座るでしょ、それでこう話しかけてくるね、話してくる、でその時の話はお客さんどちらからですかって言われて、あ東京からですっていうわけで、嫌に話しかけてくるわけです。で、いつお帰りになるんですかとかね、東京は生まれたのは東京なんですかとか話しかけてくるわけで、他のお客さんにはそんな話しかけてないわけで、今度もう本当にこの自意識過剰のクソ豚野郎と思うなら思っていただきたいで、その通り思われたらすごい悲しいでだけどこれは俺がその本当に俺とお母さんの血がつながってないってことを分かって、そうなの顔もあんなに似てるのに、いやこれが俺がタレントでテレビ出てる人だって分かってそこにずっと言ってんのかなっていう、言ってるその前に来て喋ってんのかどうかが分からないんだけど、その質問からは何を言えばいい、俺から言うのも変でしょ、はい、Q 様でイケメンインテリチームに潜り込んでおりますねえ、一つも真実のないチームにイケメンでもインテリでもないのにも関わる豚面中卒チームはチームを組むほどの人数がいませんのでねえ、その出ております移住員でございますって俺から言うのも変じゃん。だけどその質問がこう中途半端な感じの質問が来るわけで、お仕事何なんですかって言われて、でこれもどうする、今の俺のちょっとシミュレーションして俺の感じで言われたらなんていう、お仕事どうですかって言われた時に、え
ここで分かんないけど、そのエビの殻をひたすら剥く仕事をやってましてねっていうね、あれコツをつかむまでは指先にあのエビのとんがつとか刺されて、そこのところがものすごく痒いんですよねなんていうのを言うことで、もし向こうがタレントって分かってたら、うわ何それみたいな、何そこで嘘つくわけ、別にタレントって言われたところで別にサインくださいとかそういう格ではないじゃない、あなた胸に手を当てて考えてそういう格、あなた普通に野面でテレ朝から出てきてるじゃない、あなたいつも的な感じにもなっちゃうから、かといってあタレントです、あなんかわかんないけどそれも変だろ、何そのアピール何みたいな、そのアピールは一体何なの的な、あなたの携帯電話のメモリーにタレント一人もいないじゃないみたいなね。まあそもそも友達がいない体質だけどあなたみたいな感じに言われても弱るじゃんね、どうしていいんだかわかんないまま、ああ放送関係でって言うしかないね、放送関係、ああそうなんですかつって、それはスルーで伸ばされて、東京は物騒ですよねなんて言われて、でも派手ですよねなんつって、六本木ヒルズ行ったことありますなんつって、あはいみたいな話をして、で全部終わって、で最後出て、その外出ようとするで、すいません写真撮ってくださいっていう、何なのその感じみたいなことがあり、部屋に帰りプリペイドカードを買う部屋に行き、そしたら俺と同じタイミングでプリペイが欲しくなった人が二人立て続けに二人入ってしまい、全員ですごい苦笑いな感じの、俺は一応その時に言ったことは、ジュースはここじゃないんだ、ジュースはここじゃないんだですよ、名言ですよ、これが色紙に書きますよ、ジュースはここじゃないんだですよ、ご唱和ください、ジュースはここじゃ、まあいいよ、深夜のバカジカ、ちょっと行ってきます、ちょっと行ってきますって言ってバーレーンに、野球場からバーレーン、そういう法律ではあるんですか、あるんですか、そうですか、すいません、それで昼次の日の朝、朝飯食って昼ぐらいの飛行機でちょっと帰んなきゃなんないみたいな感じだったんですけど、でまあどうしようかとね、まあ青森らしいもの食ったっちゃ食ったけどぐらいなね、5万円用意したけれども2800円ぐらいしか食べてないしね、で朝なんか食べてこうかなと、ホテルのバイキングみたいのもあるんだけど、ホテルのバイキングやなんかここらしいもん食ってこうかなと思って、で、早めにチェックアウトして、で、街を歩いてるわけですよ。で、そうするとね、なんかね、青森ね、青森の、その、駅の界隈がそういうことなのかもわかんないけど、まあ、青森で聞いてる人いるかどうか知んないけど、その、青森のホテルから4号線でとこずっとまっすぐ行くんだけど、その4号線の界隈っていうのが、人口比率としてスナックが多すぎ。もう異様な数のスナックなんだよね。あれ何マンツーマンスナックスナックキープみたいな、ちょっとした工場の社長がこれ俺のって立ててるかぐらいスナックがいっぱいあるわけ。で、スナックの名前とかも、ちょっとどうかしてるスナックとかもあって、スナック池袋っていうスナックは、俺家池袋だけど、あんまり池袋感がないし、どうしていいかわかんないよね。あとサロンもののけ姫ね。もうそれは、すごい可愛いお姉ちゃんは絶対出ない感じがするよね。あと、割烹スマイルっていう、割烹にスマイルって名前ちょっとおかしくねみたいな、まあそういうこう、感じのところがずっと進みまして、で、まして土曜日だら明けて日曜日でしょ。で、東京でもそうなんだけど、まして地方の都市なんか行ったら日曜日はお休みですよ、大体。日曜日の昼間なんかどこ行ったって休みですよ、そんな。なんもやってないんですよ。ほんで、まあ、じゃあ朝ごはんは、エクセルシオールカフェで。で、またさ、エクセルシオール、もう買って知ったる感じでエクセルシオールカフェに入ってさ、これどうしようかなと思って、そこでさ、その、コーヒー飲んでたらさ、寒い中コーヒーがまたうまいわけ、あったかいから。うまいなと思って、もういいや、ここの子になっちゃおうかなと思って、朝7時半か8時ぐらいかな。もうちょっと行ってたか。9時。まあそんな時間ぐらいで、9時過ぎぐらいのそんな時間で、カフェでこうやってあったかいの飲んでたら、9時過ぎぐらいに出て多分歩いてたエクセルシオールの開くような時間ですよ。それぐらいの時にこう、コーヒー飲んだらもういいや。ここでもう飛行機出るまで過ごそうと思って、ずっといればいいやと思ってたら、エクセルシオールカフェだよ。で、そんなにすごい混んでるわけでもないよ。で、そこでまして日曜だから通勤とかもないし。したら、この席、
変わってくれみたいな人がどんどんこう何人か人がどんどん入ってきて、この席変わってくんねえかって言われて、いや変わるのは別に他空いてんだろうと思うんだけど、なんだろうと思ったら、俺のこう俺はその道路を背にして、その道路側の大きなそのガラス張りのそのウィンドウを背にしてコーヒーを飲んでたんだけど、真ん中のこう丸テーブルみたいな何人も座れるようなところの一つでこうコーヒーを飲んだんだけど俺の向かい側にある壁がブラインドで、そのブラインドが開いたと思ったら中がラジオ局なんだよ。ラジオ局だ、ラジオブースでラジオが始まる、 DJ が、生かした DJ がトークを始めまして俺なんかその公開放送を見てる人になってるわけですよ。嬉しいね。明日夜やんのにっていう。俺明日夜やんのに今俺見てる人じゃんと思って、恥ずかしくなっちゃって、すごい向こうもやりづらいだろどうやったって。なんかそれがその放送局なのか、その周りのコミュニティ FM なのかわかんないけど、の全くブースの目の前の、俺と今そのディレクター池田の関係の位置に、ねえだろ、ほんとにガラス挟んで向こう側に俺いるわけ。で、もう途中で飲みながら、もうさ、そこに気い散るやつがいるのがどんなに嫌かってのは俺はすごいわかる。同じ立場なわけだから、嘘の Q とか振ってやろうと思うんだけど、嘘の Q だけは絶対ないじゃないですか。あと、放送禁止用語を言わざるを得ないようにしてやろうかと思って、下半身すっぱらかにして、それで余り顔をギューって伸ばして見せてやろうかと思って、したらお前後で怒られるぞ怒られるぞって、まあ俺は俺でおまわりさんに怒られるどころか連れて行かれるから、まあという感じにはなるんだけど、それで、ここは入れないと思うでしょ。さすがにここは普通のエクセルシオールは入れるけど、そこに DJ がいっちゃちょっと入れねえなと思って、同業だしと思って、で出てどうしようかな、飛行機が2時55分で昼前ぐらいだけどと思って、でしたら近くに市場があるって言われて、で行ったら、したら市場も日曜が休みなんだよね。でなくて、じゃ市場のすぐそばに、市場の人はまあメインに行くんだろうなみたいな定食屋があって、でおっさんが口は悪いが味がうまいみたいなことをね、マッキー極太で書いてるようなで感じの定食屋があって、じゃあそこで食ってこうかなと思って、俺エクシルシオールのさ、あのさ白いパンの間にさ、ハムとさ半熟っていうか、こうあのまだトロッと中が出る感じの目玉焼きが挟んである、チーズとハムと目玉焼きのトロが挟んであって、変な食べ方すると下にデレーって卵が出ちゃうけど、それをみんな見てるけど、舐めちゃおうかな、死んじゃおうかなでおなじみのね、あれを食おうと思ったんだけど、 DJ の関係上食べてないから、じゃあここでなんか定食食ってようかなと思って、で入ってしたらさ、なんかそのいろんな海鮮丼とかある中に、あのまず白子、タラの白子、白子いくら丼ぶりってあって、で俺はこう言っちゃなんだけど、まあ皆さんはいつものことなんで知ってると思いますけど、俺は白子が大好きだから白子って小さい時に初めて出会った時にミニチュアの脳みそ見てと思うじゃないですか。そしたら俺の中ですごい小さい人の頭骨をクイッて開けて、中の脳みそをペロンってその鍋の中にいっぱい入れる。しかも、鍋の白子っていっぱい入ってるから、うわぁ、かわいそうと思って、すごいその、大好きだった。ね。マッドサイエンティストの実験後みたいなイメージで、白子に接してきたがゆえに白子が大好きなんですけど、まあ、そのでかいプリップリの白子が、そうね、その丼の上のところに、その和状に8個ぐらい並んでて、その真ん中のところに、たっぷり、その、イクラを、ドバドバかけた感じの。だ周りが白の真ん中赤のっていう丼なんだけど。で、それを注文して、そしたらその、おしゃべりなおじさんが、また、いい感じでなまってんの。昨日求めてた感じのなまり方をしてるわけ。よく聞いてればわかるけど。それと、店もテレビがなくてラジオなんですよ。ラジオで、松山千春のオンザレイディオが流れてる。で、感じの、俺はな、なんつって、松山千春が全く似てないよ。全く似てないけど、松山千春のことを話すなら、少し声は上げなきゃダメなんじゃねえかなっていう、責任感からの、ね、泉山よ、だけど、男は、に
回 CM 行って戻ってきていつもでおなじみのそんな番組じゃねえよんで軽快なトークですよ松山千春さんが。で松山千春さんが喋ってて今日はね那覇からやってんだよねなんて言って暑いんだか寒いんだかよく分かんなくなる感じのラジオをやってて、それでそのあラジオ聞きながら定食屋のおしゃべりななまった親父の話を聞きながら定食を食うというあのさっきまでエクセルシオールカフェにいた感じとちょっと違う感じになって、そしたら白子の丼がポンって出た時にお醤油をかけないで食べてみてって、醤油かけずに食べてみて、騙されたと思って食べてみてっていう、大抵そういうこう自己顕示欲の強い親父が騙されたと思ってっていうことをに乗っていい試しがねえじゃんでも結果だって騙されたと思ってってこっち言ったしっていう感じの空気になるじゃんね。それが初めて本当にうまい、びっくりするほどうまい。俺今まで本当に白子は好きだからマッドサイエンティストとかの理由じゃないよ。その理由で好きな人あんまいないし、普通に好きだし、で、ポン酢がそんなに好きじゃないから、普通にお醤油で割と食べることが多いんだけど、まあそういう鍋のタラチリとかに入れてくる。まあ、白子の好きな男ですよ。ですけど、本当にあ、白子ってこんなうめえんだみたいな。その、今まで醤油をつけたりとか、そのちょっと煮てポン酢で食ったりとか、味噌汁に入れたりとかっていうのは、多少鮮度が落ちたりして生臭いからすることなんだと思う。全く、なんか、もうね、あれ、例えるならば、すげえうめえ白子食ってるみたいな感じで。これが、あの、これね、他のもんで例えるのっておかしいだろ。他のもので例えるのって。だって、俺はすげえうめえ白子を食ってるわけだから。だから、なんつうんだよ。だから、貝原雄山も言ったよね。食べ物を食べ物で例えてもしょうがないんだからっていう理由で。ほら、だから芸術家の他の芸術で例えたりとかするならば、フランスの、あれだよね。あいつが描いたすっげえうめえ。白子の絵みたいにうめえんだよ。それで、ドガの描いた、プリプリの白子の絵みたいに白子うめえ。で、マジでうまくて、もうね、もう、よくさ、グルメレポートに行ってさ、必ずこう口の中に入れて、甘いっていう人じゃん、魚介類を。甘い、お前は砂糖を大さじで食っておけって思うじゃん。ね。そんなに甘かねえよって思うじゃん。ね。甘い。美味しい。マジでうめえんだって、これもうなんつったら、どう言ったらいいかって分かった分かった。どれがうまいっていうのをちゃんと表現しようと思ったら味の輪郭とかじゃねえなと思うのは、今普通のチケットで買ったら青森まで飛行機って多分2万5千円ぐらいすると思うんですよ、片道で。で、往復で5万ぐらいすると思うんです。でいて格安で、ちょっと前からに予約したりとかツアーとか探したりとかすると、まあ、往復3万ぐらいあんのかなぐらいがあるけど、俺ちょっと大げさじゃなくて、この白子のシーズンのうちにもう一回行っときてえかなって思うぐらいうまいんだよね。ただ、まあ、その時に、でも、プレステ3と同じぐらいだろって言うと、うわーって、あの白子の上に龍が如く3を乗っけたところで面白くはないんだよなと思ったりもする。だけど、ちょっと、気まぐれるぐらい、白子うめえ。ばっかみたいうめえ。ほいで、その白子で、横にしたら、見たら、ジャッパ汁って書いてあるわけですよ。来た、ジャッパ来たと思って。言われてみろ、俺ジャッパ汁食ったことねえと、ここで。ね。で、ジャッパをもらったわけですよ。で、どんな感じの味噌汁が出てくるかなと思ったら、それが全然白いんですよ。で、その間もその親父が言ってるのは、なんか、これうまいですねと褒める。で、しかもこんなに喋り嫌いなのにもかかわらず、で、しかも松山千春さんのトークが面白いにもかかわらずですよ。このトークがどこに行くのかを聞きたいんですよ。聞きたいんですよ。うわぁ、これは松山千春さんだったらすごい悔しいだろうなぁ。だって今俺の話を聞きながら、白子を食ってるやつが俺の話をお留守になってたら、うわぁ、ムカつくもんなんか。白子に負けてるもん、もう。いろいろ辛い思いもして DJ やってるのに。日本放送での屈辱的な経験とかも全部、込み込みで今ここやってんのに、白子かよぐらいだと思うけど、松山千春さんの、その、ラジオも、お留守になるぐらい話してるとさ、いい感じの訛りでまたなんかそのね、青森で、その、店をやるぐらい簡単なことはないと。いいものがいくらでも手に入るから、手を入れる必要がないと。
東京に行って俺がそのフランス料理とかイタリア料理を作れって言われても何にもできねえと。その俺頭も悪いし料理の勉強もそれほどしてねえから。ただ青森でやる分にはちゃんとそういうの持ってきさえすれば大した手は入れなくていいんだと。白子の量を多すぎなくしたりとか、その醤油をかけないでくださいねっていうぐらいの塩梅。またその白子のさ、白子の醤油のかかってない白子の甘さでこうしばらく食べて飽きてきた頃にイクラのしょっぱさがあるんだ。イクラと一緒に食うとこれかまたうまいみたいなことでいいと。組み合わせだけで全然問題ないと。でジャッパ汁に関しても、ここで俺が成長ジャッパ汁に関してまだちょっと迷いを持ってるのは、そのトークの中に味噌を入れたりとか味付けを濃くしたりとかする必要がねえっていう。でちょっと塩味はある、塩味はあるけどしょっ辛いってほどじゃなくて、あの甘さはみりんなのか料理酒なのかわかんないけど、ちょっと甘じょっぱいが、甘いが3、うん3、しょっぱいが2、あとはうまいっていうか、あの魚の出汁のうまいでこう締められてるみたいなやつのジャッパ汁が出てくるわけで、それでやたらタラのその内臓とかが入ってて、でいて上品な店行くとタラのその賞味の身とかしか入ってないんだけど、俺は内臓が入ってるのが好きなんだと。内臓が入ってないと俺のジャッパ汁じゃないからそれを入れたいんだよねみたいな話して、でいてそれがあんまうざ、俺とも俺ぐらい人とのコミュニケーション能力が欠如してる人間がね、ね、すべてを悪く捉えるでおなじみの人間がね、あれだけ若い頃一緒に仕事していい子だなと思った内田恭子フリーアナウンサーの日清の CM がムカついてしょうがない。お前何様だよ、へこみづらって思っちゃうような、このね、何それ、グラビアなのお前は。そのライトでこんなにスリムになりましたの分、顔の鼻の上の部分が削れてねえかお前は、この豆がって思うぐらいの心のさもしい人間がですよ。このおっさんの味ずっと聞いてたいなって感じよ。で、味もうまいし食ってて。したらおっさんが、ブリコって食ったことあるってあるじゃん。ブリコっつって。で、ブリコは、いわゆるクイズ好きから言うと、タラの子供はタラコ。さあ、ブリの子供、タラコといえばタラの子供。さあ、ブリはっていう、いや、誰の子か知らないし、認知をする気もない。まして DNA 鑑定なんてめんどくさいこと私はやる必要ないね。で、おなじみの、ね、クイズでおなじみの、ハタガタの子供でブリコってのがあるっていう知識は知ってる。で、それ以上何も知らない。で、ブリコを、があるから食べないかって言われて、ああ、すいません。またこの感じっていいんだよね。お店の人が、今現在売り物じゃないんだけど、作ったのがあるから食わねえかって、たまにあるんだよね。たまにそういう地方の店とか行くと、その、カニの内子が入ってんだけど、大した量じゃないから食べるなんて言われて食べたりするんだよ。ブリコが。で、その人も全く今俺のことを分かってない人だよ。全然今俺が、その人は俺がタレントだから全然分かってない。食いしん坊だと思って。食いしん坊で松山千春のトークがすごく気になってる人だと思って。で、ラジオ大きくしてくださいって一回言ったから。んで、それで、ブリコを食べてみませんかって。おお、そうですか。ブリコ知ってるとか、まあ、はたはたの子ですよ。ああ、知ってんだなんつってブリコ出されて。したら、ブリコのね、似たの、ブリコの似たのなんつうのはね、おっちゃんの子供の頃は、駄菓子屋で買うもんだった。駄菓子屋のババアがそれぞれ、ブリコって砂浜に落っこってんじゃんみたいな。ああ、そうなんすかみたいな。あるあるネタみたいな感じで、俺があったあったよくね、砂浜に落っこっててね、なんつって。ね。言うぐらいのトーンで、砂浜落っこってんじゃんみたいな。あれを持ってきて、で、ブリコは、ハタハタが卵を産むじゃん。産んで、それが波にさらわれて、地面を転がってくると、その間にコロンコロンに丸くなるらしい。すじこみたいな形なんだけど、それが転がって丸くなるらしい。で、丸くなると中に砂を結構噛んでる。砂浜の砂を噛んでるから、それを洗い落としてばあさんたちが自分の味で煮るらしいんだよね。自分の味で煮ると、煮たやつをいくらかで買うだと。買って、噛んで味がなくなったら捨てるもんだ。もんじゃない的な。いやー、今までのトークの中で僕が喫水の江戸っ子だっていう話は出てると思うんですけど、東京湾にはあんまりそれはっていうのもない感じで、そうっすねーな、顔ちょっとね。いつか急にね、なんでお前さ、今のそうですねって適当に被せただろうって言われて、もうどうしようかなってぐらいの感じで、そうですね、なんてとブリコの話になって。で、
出してきたブリコっていうのが、まあ、初めて食ったけど、おもし、あのさ、フルーツポンチの村上くんのさ、ギャグでさ、すごいグルメぶる男みたいなギャグでさ、なんか食べた、一口食べた後に、面白いって言うっていうギャグがあるけど、あんなこと言うやつ最低だと思うけど、ブリコ面白い。バッカみたいな面白い。ブリコ、俺ブリコ食いながら、そうね、45分は笑える。だけど、あの、言わせてもらいます。さっきの白子の甘いも、今度のブリコの面白いも、今までのグルメレポーターたちが無駄に使ってきたから使いづらくなってるだけで、本当に面白いのは、あれ多分 M1 勝つぞブリコ。あの、スタイルは難しいけど、ブリコをいっぱい煮たやつを鍋に入れてきて、会場の人に配るじゃん。審査員の人に、中田カウスさんとかに配るじゃんか。そうそう、中田カウスさんが一旦そのボールペンをいじる手をやめてブリコを食うじゃんか。満点出る可能性あるよ。一人で配れば R1 も勝てます。二人で配るかどうかの問題です。それは一人で食うか。で、その、ブリコの、なんつったのかな、あのね。いわゆる魚卵だ、俺まあ魚卵好きですけどね、もともとね。魚卵だから、のプチプチする感じで、カズノコみたいな、カズノコって食べるとよーくこうスロー、こうパリとかカリとか、ボリとか言うけど、音をすごいスロー再生するとブリ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 って言ってると思うんですよ。あのちっちゃい粒が弾けてるから、あの粒がスジコぐらいの大きさだと思っていただけるといいと思うんですけど、もう噛み応えがもう変な話、ゴムぐらいの硬さ。ゴムぐらいの硬さだから、それを噛みつぶすと、本当に、パチンって言うのよ。だから食うと、パチン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 って言うの、口の中で。それがすごい面白い。だから、あの感じ、エアーキャップあんじゃん、梱包材。あれ食ってみ、食ってみ。食っちめえやんの、お前。かっこ悪い。で、まあ今、口の中にいっぱい、エアキャップがあると思うけど、一旦出して聞いて。出して、やった自分に反省してから聞いて。その、ブリブリブリってなる感じが。で、中からはいわゆる魚卵のいわゆるエキスが出るから、それはうまいんだけど。で、食ったら食い終わったやつを、もう白くなるから、もともとは茶色く煮てあるいわゆる魚卵なんだけど、しばらく噛んでもブリブリ言わなくなると。エアキャップ絞るってパチパチ言わなくなるじゃん、全部潰れると。ブリブリ言わなくなったら出す。で、出してそれで終わりっていう食い物だから、ある意味、漁師町の普通の子供たちが食う感じのよう品のあるもんに入んないね。食って、べって出すもんだから。で、それをさ、話してて、面白いから楽しくなっちゃってさ、なんかブリコを食ってることが、ブリブリ、ブリブリ食ってることが、俺、ブリブリ言ってると思うから、今、東京からかなり離れたところで俺、ブリブリ言ってると思って、さっきまでエクセルシオールカフェにいたのに、ブリブリ言ってると思って、ブリ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 食ってたら、おっちゃんがまたその感じ、まあ、おかしいね、これ楽しくなっちゃうね、そうだよね、なんて、子供の頃これが楽しくてさ、なんつって、して近所にさ、まあ、子がさ、いてさ、俺の、うちの息子の友達だったんだけどさ、息子なんかもさ、この、生まれが青森だから、さ拾ってくるわけだよっていう、そのブリコをその砂浜から拾ってきてさ、で煮てくれって煮てやるんだけどさ、でそしたらハタハタが絶滅寸前に一になった、ハタハタがものすごい絶滅寸前になって、よくこうガイアの夜明けとかプロジェクト X とか取り上げられるような話なんだけど、もう頑張ってその秋田から青森から岩手ぐらいの漁協のみんなが漁に関してすごい制限するわけ、ほとんど取っちゃいけないぐらいの状態にして、とにかくこの資源をハタハタを枯らしたら二度と元に戻らないんだっつって、漁協同士がすごい頑張って密漁も一切させないことにして、ハタハタを取っちゃいけない区間もうほらそのハタハタ漁で食ってた秋田の漁師からしてみたら死活問題だっていうぐらい、その漁を禁止に禁漁区間をすんごい設けた時期があって、これでその時に浜辺にこう転がってくるブリコっていうのは、ハタハタの卵なわけなんだけど、これも取っちゃいけないの。漁獲制限が。もう完全にあって、ほとんど、それまして卵を乱獲したらいなくなっちゃうわけだから、取っちゃいけないっていう状況で、そうは言っても子供からしたら一つ二ついいだろうっつって持ってくるから、ね、まあじゃあ内緒で食べちゃおうかって食べるんだけど、その中に一人の子供だけが食いしばって、歯を食いしばって、僕はいらないって言って、どうしたんだっつって、あいつの親父は警察官だからな、なんつって。で、その警察官の、子供にブリコ拾ってるとこを見られたら、後で言いつけられるぞっつって、仲間外れにされて、その子は、
あの転校しちゃったんだよね。まあお父さんも同じ頃に死んでしまったし。で俺はこのブリコをどう食えば今までトークはすごい弾んでいたし、ああここは千春さんのトークの方がすげえ良かったなと思って軽快に話したおばあちゃんのデスギャグと一緒で。面白いな、デブ。ないないあるあるコーナー。いやーでもほんとね、ブリコ面白いし、シラコうまいし、だからほんとにね、飛行機で行って帰ってって考えて、それで安いパック探すと2週間ぐらい前から予約しないとダメだけど、結構あんだよね。あと高速バスとかあんだけど、さすがにそれだけのためにっていうほどはグルメじゃないからなあ。かといって冬の青森って意外に見るもんないような気がする。あのスキーとかやる人知らないんだけど、結局さ箱物は多いわけ。なんか宗像志向記念館みたいなやつとかはあるよ。あとねぶた、記念館みたいなあるんだけど、そんなにだろう、わかんないけど、行かずに行っちゃいけないけど、宗像志向のその作品集みたいなものと俺たちあるわけだから、そこに行ってみてもな、はぁーっていう感じだよね。あれかな、じゃあ一般の写真集には載せてないキラがあるみたいな、ね、すげー超すげーみたいなやつが、あの下についてるバーコードがもう最強のやつ、偽物だよ絶対宗像志向なんで一生懸命バーコード書いてんだよ、それおかしいだろなあ。だ箱物も何度もこう行ってさ、楽しいの作りゃいいんだよね。あのだ太宰治が生誕何年とかつって、であの辺のその太宰治記念館みたいのはあるんだけどさ、あれもさ行ってしばらくうーんとは思うけど、なんかな、行ってもうちょっと面白い、なんか玉川浄水ライドみたいの作ってさ、なんかこうみんなで、あの、ジャングルクルーズみたいに玉川浄水を一生懸命行って、途中ではぐれちゃって、で、片方だけは帰ってこないみたいな、生き延びてしまって生まれてすいませんみたいな、最後はい、みんなで3、はい、生まれてすいませんみたいなやつだったら、また行こうかなと思うし、そうね、あとなんかあの、どうせあんのなんかあれだろ、ベニヤ板に太宰治の子供の頃の、絵があって顔のとこだけ抜いてあってぎこちない笑顔をするっていうね、人間失格のオープニングでおなじみの薄気味悪い笑い方をする子供だったで、終わってどうすんだよそれで、わざわざ飛行機で行ってなあ。あとなんかあの走るメロスライドね、あの前のところのレバーで友情を疑う疑わないがあるから疑うがあんま多くなるとすごいゆっくりになっちゃうっていうで乗ってる乗客全員がで前のところにカール君みたいな感じで、なんとかヌースだっけ、あいつ主人公の走れメロスの主人公のあいつが走ってんだけど、全員のレバーが友情を疑うになっちゃうと、そいつ道端で寝ちゃうっていうで止まっちゃうっていう、それぐらいやってくれれば行くんだけどな。なんかないのかね。で難しいもんで、その白子の時期ってのはまあ1月2月ぐらいの割とその短い時期が一番美味しい時期だから、そうするとねぶた祭りとかとは掛け合わせられなかったりとかするわけじゃないですか。だからなんかあってくれない。あとあれか、青森まで飛行機で行ってちょっとずつ降りてくるっていう、青森から盛岡行って、意外に東北の文化って聞いた話だと違う、相当違うらしいよ。その、県と県でとか、岩手と秋田だともう全然違うみたいなことを聞くので、そういうのをね、でいて間違ったかやきをまた食ったりとかしながら戻ってくるってもいいですけど、さあ、ないないある、ね、だから、本当秋田でのあるあるがもしかしたら岩手では通用しなかったりとか、いうこともあるんだろうね。だから、ブリコは相当だからあの辺じゃあるあるネタで、なんかその、
ブリコ食ってんじゃねえよみたいななんだよそれ、ブリコ食ってんじゃねえよ。だからあれだよね、東北楽天の選手なんかガム噛まないでブリコ噛んでる方が全然いいよね。東北の一体感すごいあるもんね。今回のナイナイあるあるは、不況が過ぎ去るまで穴に埋まっていようと穴を掘っていたら物ありげな壺を見つけた時のあるある。どっちに引っかかるかっていうのもあるんだけどね。不況が過ぎ去るまで穴に埋まっていようっていう決意もすごいよね。かといって壺にも引っかかるっていう。ペンネーム戦国、壺の中からおよそ3万8000円相当の小判が出てきて微妙な気分に。ある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 、決意が完全にこう揺らぐほどでもない。ペンネーム人間失格、将来の僕へと中身を見ると死にたくなるような手紙があったので、とりあえず天下でオナニー。ごめん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 、あのとりあえず壺を忘れて掘るのもやめちゃうのね。そうなんですよ、これはね、あのね、人間としての心理なんですよ。なんかそういう困難にぶち当たった時にね、よくこの困難にぶち当たった時にどうするかっていうことで人間価値が決まるっていうじゃないですか。ね、これから逃げるのか真っ向に突き進むのか、とりあえずオナニーなんですよ。絶対そうだよ、ここはっていうね、あの人生の分岐点には天下が置いてあると思った方がいいね、絶対一個。その冷静さだって、俺は行くべきなのか引くべきなのか、とりあえずオナニーですよ、どうやったって。びっくりすることに、ナイナイあるあるの醍醐味はね、みんなに聞いてもらうこと、聞いていただいて、面白いなっていうのもそうなんだけど、これはね、申し訳ないけど、俺の楽しみなんだけど、俺はこういう時に、うわ、すげえなって思う、やつ、ね。板前だけが食べるところみたいなのあるじゃないですか。そういうところで言うと、こんなめちゃくちゃなテーマで、みんな自由な発想でめちゃくちゃ書いてるのに被る時ってのはすごい好きなんですよ。むしろ、じゃあ本当にあるあるネタなんじゃんっていう時、これすごい多かったんですけど、ペンネーム全ての道は女性器に通ずる、その壺の中から世界恐慌の時から壺に入って埋まっていた人が出てきて、不況終わったと聞いてきたので面倒くさくなってまた埋めた。ある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 すごいでしょ。だからもはやこれが成長であり、正しい人の反応ってことだよね。続きまして、ペンネーム目指し、壺の中に手紙が入っていて、やあ息子よ、お前ならきっとこの壺を見つけると思っていた。お前が今この手紙を読んでいるということは、私はもうこの世にいないのだろう。親父はまだ生きている。ペンネームニコタマのツッコミ、壺の上の封印のところに文字が書いてあるのね。その文字が、この壺開けしとき森進二が日本球界に復帰すると書いてあるので、開けようか開けまいかどうしようか悩む。ある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 あの西武の中継ぎで、いやそれこそ一番いい時防御率0点台とか1点台前半とかだったよね。それでフリーエージェントだけポスティングだっけ、デビルレイズ行って第1球で肩抜けちゃったんだよね。もう150キロの球投げる、いわゆる速球とフォークボールピッチャーだけど、そんな漫画みたいなことあんのと思ったけど、今なんか四国ハイランドリーグだが新越なんとかリーグのコーチかなんかなったんだよね。びっくりしたよ。漫画だって水島先生だって書かないでしょそれ、なかなか。森進二に関する中、客中だったんですけども、この番組っていっぱい客中を入れなきゃならないとこいっぱいあるんだけど、なんで森進二だけそんなに丁寧に入れたんだろうね。大してボケもせず。ペンネーム鳥が鳴く、ツボかと思ったら頭蓋骨。ある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 、俺好きなやつ、ペンネームヒヤシンスマン、ヒヤシンスマン、不況が過ぎるまで穴に埋まっていようと穴を掘っていたら物ありげな壺を見つけた時のあるある。
壺の中から黒い毛むくじゃらの生き物が飛び出していったが、まあ気にせず土の中に潜る。半年後地中から出てみると、その黒いやつが世界を覆っている。すごいいいんだけど、俺なんでだろう、すごいいいよね。このさ、黒いやつってさ、なんだろうね、生き物じゃ、俺なんかわかんないけど、いわゆる今までの方程式で言う生き物じゃない方がよくて、ちょっとケサランパサランなんだけど、ソフトボール台のやつで、なんかこう出た時に腰ぐらいの時までふわ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 してる感じの。でもさ、それと引き換えに誰もいない怖さったらないよね。え、これは食うのっていうことじゃん。食うの？何なの？って思うけど、別段その、なんてことないわけじゃん。すごい、動いたりとか、痛かったりとかしないわけでしょ。そういう方が怖いよね。なんかその、いわゆる感染レッドでなんか映りますとかじゃなくて、ふわふわしてるやつでもう覆い尽くされてるけど、誰もいないってことは毒なんだろうけどっていう。で、何年経っても痛くも痒くもないんだよね、これ。何が起こったんだろうと思うよね。ペンネームサオポール。不況が過ぎるまで穴に埋まっていようと穴を掘っていたら物ありげな壺を見つけた時のあるある。どうせ漬物かなんかだろうと、心に保険をかけて家に持って帰り、開けてみたら漬物。ある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 、なんで悔しいんだろう。ある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 、どうせ外れだよって、宝くじの外れもムカつくもんね。一生宝くじとか楽しめねえんだろうなと思うね。なんかその宝くじを買いますよ、買います。ね、その、通りかかったサラリーマンに嫌味の一つも言われても宝くじ買うんですけど、基本的に、宝くじチェッカーみたいなのでやってもらうから、一個一個確かめようなんて思わないんですよ。宝くじチェッカーみたいに入れるときに、どうせ当たってねえだろって思いながら入れてるもんね。ほんでどうせ当たってねえじゃん。夢もクソもねえじゃん、そんなもの。何それ、嫌な思いするために買ってんのって話じゃんか。でも、いつまで経ってもそんな感じだな。どうせ当たってねえよと思ってんな。金牌の京都の方の金牌。俺珍しく一生懸命予想して、で予想したやつを紙に書いて買わないで、夜競馬ダイジェスト見て、よかった当たってないって思った。それが今まで一番前向きなギャンブルの、俺の中でギャンブルをやって一番前向きな顔になった瞬間だったね。ペンネーム、ですね、決意運。不況が過ぎ去るまで穴に埋まっていようと穴を掘っていたら、物ありげな壺を見つけた時のあるある。このシチュエーションで小説が書ける気がしたけど、星新一の遺族からクレームが来そうなのでやめる。もうさ、星新一さんはさ、すごい作家だしさ、線もショートショートを作った人だけどさ、むしろ線ショートショートを書いたことで、それに似てるものを遺族が訴えていくと、むしろ迷惑な人になるよね。そう思わない？15本長編小説を書いた人よりも、タッチ悪くなっちゃうんだよね。その、シンプルだから面白いし、シンプルだからすごいし、贅沢だけど、シンプルだからこそ根幹のここが似てますって言われちゃうと、全部封じられちゃうじゃんか。なんちゃって。ね、なんちゃってですよ。当たり前じゃないですか。ね。皆さんがよくやるように、両方の玉袋思いっきり引っ張って、なんちゃってつって。ビリビリボトボトフル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 かかとで踏んじゃえ、ね、ないないあるある。不況が過ぎるまで穴に埋まっていようと、穴を掘っていたら、物ありげな壺を見つけた時のあるある。極道ケチャップ。そんな何でも鑑定団の再現 VTR。 ある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 ラジオネームテクノは生きている。壺を無視して掘り進めていると、突然壺が喋り出した。おい、お前こんなことするために高校辞めたのか？親や親戚にはやりたいことが見つかったからとか言ってるけど、単に高校に馴染めなくて友達もできずに浮いてるから辞めたんだろう。おい、掘ってねえでこっちを向けよ。おいおい、バリーンだって。ある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 、単純に掘ってるうちにもうすごいきつくなっちゃったんだね。掘ってるうちにあっち行っちゃったんだろうね。もしかしたら少し空気が薄くなってる可能性もあるよ。何かガスが出てるね。壺は一切動いてないよ。壺、いや壺なんてないよ。一切壺はないよ。ラジオネームテクノは生きている。とりあえず壺を持ち上げて、下にハサミムシがいるかどうかを確認する。ある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 あ
サミムシってさ、一見サソリみたいな威嚇の仕方するじゃん。シャーってやってくるじゃん。それで何なのあいつ、何なのあいつのあの大げさなやつ。ハサミムシを俺たちが見るときってさ、ああいうさ、本当に石の下のさ、隙間もないようなところにいるじゃん、ハサミムシって。だからさ、あいつがあのシャーって威嚇をするようなシチュエーションに合わないまま死んでくやつの方が多いと思うんだよ。なんか広々としたところでついぞ奥の手を出さなきゃいけないような敵と真正面でぶつかることなんか、ハサミムシの、まあ、日本におけるハサミムシの人口がどれぐらいいるかわからないけど、まあ、ハサミムシのふりしてる人もいるんで、それも入れるとどう、何人になるかわからないけど、もう、家族とかにケンケン言われるのが嫌で、ハサミムシにしか見えないような形で、植木鉢の下にいる人も、まあ、多少はいる。まあ、でもそれはまあ、少なめに、まあ、多めに見積もって4、5万として。僕はハサミ虫だから年金も払わなくていいし、的なね、会社も行かなくていいしっていう人を5万としても、その、もういいや、そこぐらいで、もう。ね、さあ、来週。来週は、戻ることのない主人を渋谷の駅前で待ち続けた、中巨大毒ウミウシ八甲のあるあるです。巨大と毒も入っちゃいましたね。巨大であり毒もあるウミウシで、ただね、中すごい忠義は尽くすんです。すごく尽くすんですね。犬はあのいたらしいんですけど、犬のいた位置にこいついるなって。ねえ、だからひょっとするとやべえなっていう話は、あの今も今犬の方は銅像になってるでしょ、なってるでしょ、よく見るとシミになってます。あの中巨大毒ウミウシ八甲の子はシミになって、ここのシミは全然腫れてる日もシミのまんまだなーなんて。あれやねんか、その辺のプータローが立ちションでもすんじゃねえかってみんな言ってますけど、あれは中巨大毒ウミウシ八甲のいた場所なんですね。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字からないないあるあるの係まで待ってますと。曲。阿部真央フリー終電、鳥人間コンテスト、鳥人間コンテストって終わっていいのかよくわかんないんだけどさ、鳥人間コンテストは終わりましたみたいな感じになるじゃんか。あれってさ、困らない？もう例えば今さ、テレビでさ、 NHK あたりが、まあ朝日新聞でもいいですわ、が甲子園夏もうないですって言ったらまずくねえか。鳥人間コンテストあそこまで盛り上げといて、今年で終わりです。まあ一番親切なのは、それをやるつもりで航空高専みたいな会社入ってくるか、あの学校入る人もいるのかもしれないから、まあさすがにテレビのスパンで4年後なくなりますってわけいかないだろうけど、ねえ、何年か、まあその鳥人間コンテストだけに助走期間を置いて、ねえ、うまくもなんともねえよなこれな。別に助走期間で飛び立つ時だから、なんかこれから反映していくイメージだしな。そういうのじゃないとダメだよね。はい終わりますっていうほどの規模でやってないだろうと思うんだよね。だどっかの会社とかが、そのそれこそあどこで国内国産の飛行機また作ろうみたいにやってるような会社とかが、不況とはいえ多少ね、そのお金出してやったらいいんじゃないかと思うんだ。最後は、だから困っちゃうと思うよ。鳥人間コンテストのバイオテクノロジー部門ができるんじゃないかと思って、今ちょうど背中からいい感じに手羽先が生えてきてる人なんかは、ねえ、コケって言うよ。コケ、ねえ、ねえ、お前かなり鳥人間鳥だな、お前もう。レベル超えちゃってんじゃねえかよ。鳥人間はそこまで行っちゃったら鳥人間じゃん。お前だって、おっきい鶏だもん、今コケって言っちゃったら。あと今一生懸命すごい鳩捕まえてる人とかも、ものすごい量の3万羽の鳩に紐くっつけて飛ぼうと思ってる子なんかだって、どうしようと思っちゃうよね、絶対ね。もう、あの、みんなに今日ちょっと話があるんだ、なんつってさ、ね、下宿帰ってさ、お前ら鳥人間コンテストないから話すことにするったら、ポーポーって絶対言うと思うよ。何すげえ言葉理解できるようになってんの。下宿の6畳間ぐらいに3万羽いるから、その中からすごいこう、なんだろう、爆発的に進化したやつがいるんだろうね、生き残り競争でね。そういうの困っちゃうよね。まあ、鳥人間コンテストって多分ね、やめ時を逃したと思うんだよね。
俺実際あの琵琶湖の尺が足んなくなった時にもうやめ時だったと思うんだよね。琵琶湖の尺が足んなかった時にやめるか太平洋に向かうかだよね。どっちかするべきだったと思うんだよね。でも今更太平洋向かったって落ちた時に寛平さんに当たっちゃうと危ないっていうことで多分もうやらせてもらえないだろうし、相当頑張って来年はみたいな屈辱、この屈辱を来年は絶対晴らすとか、それなりの学校の伝統になっちゃってるとことかもあるよね。あのいわゆる鳥人間コンテストの名門校みたいになってるところもあるよね。それどうすんだろうね。最後あれそれみんな集めてドッグファイトってどう、みんなで火薬を持って同時に飛んで物ボンボンだから空中戦でとか、なんかケアが俺あっても良さそうだと思うんだよね。なんかさ、ちょっと話は違うのかもしれないけど、相棒、機械犬の相棒、相棒をやめますみたいなのってもうそんな権利なくないと思うんだよね。一旦そこに関して触っちゃったら、その相棒で言うところのある意味ペットみたいなものを自分で作っちゃった以上はもうやめるって道実はないんだよねと思うのね。でそれとこういう青春みたいなものとか伝統みたいなものに関して手出しちゃったら、不況ですやめますじゃ済まないだろうし、まあ逆に前向きなことを言えばだろうから今年一年だけはうちスポンサードしますよっていう会社が出てきたら、そこはすごく美しい会社だし、その美しさは褒め称えるべきだよね。あ、いい感じの終わり方でしょ。ここできちんと終わらないとまた俺内田恭子のあの CM はおかしいんじゃねえかって話になるからCM に行っちゃうのが正解。やらしてやらしてやらして、サッカーみかんあげるからやらしてやらしてビーってなる上のラムネあげるからやらしてやらしてやらしてうまい棒の袋についた粉あげるからビッグポイントカードあげるからあげるからあげるからやらして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 もういい加減にして。最終回だよイノシンさん。みんなで楽しくやってきたイノシンさんですけども、都会暮らしは俺に合わねえと、ほら山に帰りてえとね、トレンディ俳優になるために三島ジャパン師匠のところにお世話になってきましたけれどもと、ほら帰りてえとね、まあ偶然とはいえ通貨 FX で2兆儲けたことだしと、もう山に戻って動物たちと暮らしてってことで、そりゃそうだろうな。イノシンさんのコーナー、まああのイノシンさん、本来はイノシンさんって何、アミノ酸の一種、いわゆるそういう物質ですけど、なんか聞くとひらがなで書いて聞くと、ちょっとこう田舎者の気は優しくて力持ちのおっさんな感じがすると、猪熊慎太郎さんな感じがするということで、そういう言葉を集めてみるコーナーでした。そうっすね。ペンネームキバンダパンダ、直談判直談判、間に人を入れずに相手と交渉すること、一般の人が社長や大臣など偉い人と直接話し合うときに直談判、この言葉を使う。イノシンさん、小学生が下着を履かずに体操着の短パンを直に履くこと、お前今日直談判かよなどとからかわれるとね、借りたズボンを直談判という風に使います。お前借りたのにっていう。ペンネーム背番号02マケイン、マケイン、11月に行われたアメリカの大統領選挙に立候補していた。もう早いね、忘れるのね。オバマの相手は誰でしたって言われたら覚えてないもんね。オバマの相手がクリントンでからのマケインだよね。はぁ、忘れんねぇ。共和党の上院議員マケイン、ジョン・マケイン候補のと、民主党のバラク・オバマに敗れた。マケイン、イノシンさん、麻生太郎が敗因と言わなければいけないところを誤読した言葉。マケインはマネマネどうねえ、マネマネですよ、モノマネです、
まあ原因は未曾有のちゃんと読んじゃった、ね、ちゃんと読んじゃって、ね、読めちゃって怒られちゃったお前何読めてんだーなんつって続いて、ラジオネームトップマン花セレブ花セレブ、王子ネピア王子ネピア今王子選手とかいろいろくっついて王子ネピア王子ネピア株式会社から発売されているティッシュペーパー花セレブ、ティッシュに空気中の水分を取り込んだり水分を逃さないような成分が含まれているためにしっとりして柔らかい花セレブ花粉症の季節に使う人が多い花セレブ花セレブ花セレブイノシンさんマリエのこと確かにあいつ話せればだわ、そんなとこですかね、ということで、イノシンさんたくさんご投稿ありがとうございました。どうだいかっこいいだろ深夜の同じから間違った方に超人ですよ水中ジェスチャーで必死に SOS を出す良い子のみんな今日はですね、内田恭子の立ち位置は何だっていうことについてですね、みんなで話してきましたけども本当わかんねえね立ち位置いや本当にねいや今思えば入社何年目ぐらいの頃かなその珍しくフジテレビで僕がレギュラーもらった時に一緒にやっててほいでその時にねもうちょっと思ったのはねすごい育ちのいいお嬢さんだったんですだけどその頃深田恭子を深きょんと呼ぶように、内田恭子をうちきょんって呼ぶっていう流れをができ始めた時に俺がピシャって言っときゃよかったんだよね君は顔がへこんでるんだとすごくいい子だけどねそのいい子だけれども面で勝負をするんじゃないっていうことを言うべきだったんですよねいやなあれ最近でちょっとそれで僕もいろいろ調査する感じになってたんですけど女性あのパターンですよ久々の女性は内田恭子を男性が好きだと思ってて男性は内田恭子を女性が支持してると思ってるっていうあの感じなんかあのキャッチボールの中でああいうことになってる感じっていうことで猛省を猛反省して猛省を猛省を促したいっていう感じですねあとね思ったのがねソニーのさ新しいバイオ P 俺あれ出るって聞いた時に買おうと思ったのね俺割とねデブってちっちゃくていっぱい入ってる好きなんだよね俺だけか俺ってだねえ俺ってあのちっちゃくていっぱい入ってる好きでまたさ高性能渡辺がやたらにいわゆる今でウルトラモバイル PC をめちゃめちゃ俺に見せびらかすわけすごいでしょっていう話をすごいするわけねだから俺もウルトラモバイル PC 買いたいけど買うとなんか僕の勧めた通りでしょ現象が起こるからそれは嫌だなと思ってどっかいいの出ねえかなと思った時にそのバイオ P が出るっていう話でちょっとバイオ P まあ機能として俺は割と好きなまああの贅沢言えばよ贅沢言えば Windows Vista じゃなくて XP の方が起動が早いからいいなとましてメインのコンピューターでいいなと思うしあとポインティングデバイスじゃない方が本当はいいんですでもっと贅沢言ってよければタッチペンの方がいいしだまあこれは言い過ぎかもしれないけど買いに行って渡すときにおっぱいの間に挟んだ女の人がそのバイオ P をおっぱいの間にギュッて挟んでどうぞ取ってくださいどうぞ取ってくださいってまあもうコンピューター関係なしにおっぱいを揉ませてくれる人が急にいてくれたらもうそれがすごく良くて右だけは吸っていいっつってくれるんだなああじゃあ吸わしてくださいね、そうなんだよねだからもうコンピューター関係なしにおっぱいを吸わしてくれた上にビッグのポイントを1000ポイントぐらいくれたらまあそいつはいいやつだなっていう、まあ話ずれましたけどかなりずれましたけどね結局最終的に変な女の人が来ましたからねコンピューターと関係ない変な女の人が形出したまま路上にいるのを見ちゃいましたからしかも何かしらの方法を使って俺の携帯の中に入ってるポイントを増やしてましたから恐ろしい女だ買おうかと思ったんだけど何ケツポケに無理やりねじ込んでる CM あ意味わかんなくねケツポケにねじ込まないから変な話パソコンであってくれればいいですね、いわゆる
なんつうのあれ、今なんつうの、何ブックっていうの、ネットブック、ネットブックである簡易的なパソコンになってくれればいいです。あれ、そのケツポケットねじ込み板っていうの機能はいらないです。ちゃんと別にヒノキのやつを持ってますから、ケツポケットにあのねじ込んでケツをプリプリして歩かせると、ちょっとずつ出てカランカランって落っこっちゃうやつは、落っこった時の音がおーっていう棒は、もう専用のやつをもう買ってますから、サムソンから出てるやつを。なんでなんだろう、ああいう、俺最近思うんだけど、ソニーの技術は俺相変わらずすごいのに、 CM がやりすぎて失敗してる気するのよ、他の班の人が。ローリーもそうだったし、なんか変な期待を煽ったからそうだったし、 PS3 とかも、まあ、CM ではこれはないけど、イーグサみたいのを間違って、嫌じゃねえのか、あの技術班の人、そういう気がするんだよね。なんちゃってねえ、なんちゃってですよね。膝の皿を木槌で叩きながら、かち割りながらですよ、8等分にしながら、なんちゃって。